どうも竹次郎です。今日は6月12日なんですけども、昨日の11日12日とね、僕2連休でした。友達がねちょっと遊びに来てたりとかしてて、いろんなところ案内とかしてたんですけどね、天気がすごい良かったんですよ。なんか11日はね最高気温が32度、札幌で32度だったみたいですね。今日も一応僕の携帯電話の情報だと最高気温は25度ということで、今日もねすごくいい天気に恵まれてですね、カメラでわかるかな、ちょっとね僕ね顔日焼け しちゃったんですね。ちょっと赤くなってますけどね、お酒を飲んでるわけではありません。はい、ということで今日も、いろいろやっていきたいと思いますけれども、今日はねあの商品紹介ね、いや商品紹介っていうよりは実験みたいな、いろんな YouTuber さんがこれをね、やっているということで、僕もねすごい気になってたんですけど個人的に。いや僕ねスーパー行ってもねお菓子コーナー行かないので、あんのかなどうなのかなと思ってお菓子コーナーに行ったらですねちゃんと売ってました。はい、ということで今日はねこれを紹介します。ポッピンクッキン楽しいお寿司屋さん。僕の動画初の、チーク菓子買ってきました。結構ね僕ねこういうの好きなのでね、ちょっとやってみたいと思いますよ。なんかね種類がいろいろあって、マグロでしょ、それから卵でしょ、これがイクラ、これなんだべ、これねチラシって書いてますね、チラシ寿司ですね。そしてねお醤油でさらに美味しくみたいなこと書いてますね。これもあの味がするんでしょうかね。前やってたラーメンセットとかカレーセットとか、ああいうのってちゃんとしたカレーの味とラーメンの味してたみたいだったんですけど、これはどうなんでしょうね。あ、保存料、合成着色料はゼロ。そしてなんとグレープ味って書いてます。グレープ味のお寿司なんでしょうね。はい、ではね早速ね作っていきたいと思います。ここに作り方が全部載ってるので、これを見ながらねやっていきたいと思います。さあでは開けていきましょう。あ、出てきましたね。こんな袋になっていますね。点線に沿ってハサミで綺麗に切ってねって書いてますね。ちょっと中はね後で紹介します。まずこういう風にねお寿司屋さんシートっていうのがねできました。まずこれね、はい、これパッケージを、ね、切ったやつですね。お皿の絵が書いてますけどね。セット内容、ご飯の素、イクラの素 A、B ね、イクラの素 B、卵の素、マグロの素、醤油の素、このスコップみたいなやつね、はい、なんかスポイトみたいなこんな黒いの、ソフトキャンディーあ、柔らかいです型ね、入ってた箱ですね。はい、ではまずねご飯作っていきます。ご飯を作ろう。トレイ1の楕円の内側にある線まで水を入れます。そこにご飯の素を入れ、スプーンでまとまるまでよく混ぜます。ちょっと入りすぎたかな。じゃあご飯の素を入れます。お、これを混ぜていきます。お、あ、なんかご飯みたいになってきた。なんかね混ぜてたらまとまってきましたね、はい、ほらご飯みたいでしょこれ、すごい。はい、今度は卵を作ります。ポイントで水を内側の線まで入れると。これ卵の素ですね。あ、黄色くなってきた。これ早く混ぜろってことかな。なんか3分経つと固まっちゃうって書いてましたね。なんか混ざってきた。はい、こうやって混ぜ終わりました。これね黄色いやつ、今度はマグロを作ろうって書いてますね。スポイトでね水をこれ入れて粉を入れて混ぜると。このスポイト意外と便利だな。マグロの素を入れていきます。お、わー、マグロの色になった。ダマにならないように混ぜたらこれもこう平らにしてね、はい、平らにしてこうやってね置いておきます。はい、次は海苔を作っていきます。海苔の大きさガイドっていうところにね合わせて作ります。これが海苔の素ですね。これソフトキャンディーなのでここの枠に合わせて伸ばしていきます。これ真ん中が薄くなっちゃった
こんな風にね伸ばしました。ちょっとね大きくなっちゃったんですけど、まあこんなもんでしょうね。では次はねイクラを作ります。イクラとか作れるんだこれ。これはイクラの元 A ですね、はい、これはこっちのね A の方に入れます。これイクラの元 B ですね。これはこっちのねちっちゃい方に入れます。お、なんかイクラの色がする。これなんか作るの好きな人は結構楽しいかもね、これね。あ、やばい、やばい、卵にイクラ液がいっちゃった。これやばい。うわ卵、はい、できました。スポイトで B の液を吸って A の液の3センチくらい上からゆっくりポトトポッゆっくりポトポトと落とします。これ、ね、粒ゼリーができますって書いてますね。これちょっとやってみましょう。これを吸ってこっちの A にポトポト落とすらしいです。いきます。お、本当だ。おお、固まってる。おお、すげえ綺麗これほら、これは子供喜ぶな。ほらね、本当のイクラみたい。つぶつぶちゃんとね、つぶつぶができてます。すごいこれ、チーク菓子すげえ。はい、実際にお寿司を作ってみましょう。これね、ちょっと見ながらやります。作ったご飯をご飯の大きさっていうところに合わせてちょっとご飯を作ってみましょう。これぐらいです。ちっちゃで、これにさっき作ったこのマグロと、卵ね、これを乗せていきたいと思います。これね、ご飯ねちょっと座りよくした方がいいですね。はい、まずマグロが一つできました。カメラで見るとちょっとマグロっぽいですねこれね。ちょっと卵できました。卵、のり作ったのでちょっとのりも使ってみましょう。質感が本当にご飯なんですよね。これがすごい、ちょっとびっくりした。のりをこうやって、あ、ご飯がちょっと多いな。これこんな感じにのりをね巻きました。でさっき作ったこのイクラをね、はい、これイクラ乗せまーす。おお、ほらすごい、これ軍艦巻き。はい、イクラの軍艦一丁、すげえ、ほんとにイクラみたい。これもう一個はねチラシっていうのをちょっと作りましょう。まずご飯を置きました。これマグロですよ。これマグロです。はい、卵をちょっと乗せてみました、はい、そして極めつけにちらし寿司といえばやっぱりこれでしょう。いくら、はい、どんなもんでしょう。ちらし寿司完成しました。すごいねこれ、結構時間かかるね。はい、これいくらですね。これがちらしね。これが卵、マグロね、ちょっと斜めってますけどね。結構完成度高いですね。食べてみることにしましょう。イクラの軍艦いただきます。これすごいね、綺麗。あのね、味はグレープ味ですね。うん、間違ってない。形がお寿司っていうだけでお菓子ですね。みんながやってたリアルにカレー味とか、リアルにラーメン味ではないですね。次はマグロをいただきます。これなんだろう、ご飯が、ご飯だけいただきますね。ラムネ味っぽい。でもね、食感はご飯。卵いってみます。どっちかっていうと数の子っぽいですけどね。はい、はい、いただきます。あの味は全部あのお菓子なのでグレープ味です。はい、ちらし寿司いただきます。グレープ味。僕は一番個人的に気になったやつがあるんですけど、これイクラ
すごい粒々でしょ。これすごいんですよ。いくら単体でいただきます。すごい粒々。でも粒ゼリー水だけでできるんだ、すげえな。これどういう原理なんだろう。こういうのがやっぱりこう目の前でどんどんこうできるとやっぱり子供は喜びますね。いくらはこうしできるんだよって教えちゃダメですけど、お菓子としてならねこれ成立しますね。あ、もう一つね、そういえば醤油がありましたね。醤油ちょっと作ってみようかな。お醤油作ってみたんですけど、すごい本当にお醤油色ですね。これ何味なんでしょう。ちょっと味見してみます。あー、グレープ味。うっそ、醤油までグレープ味。あ、でもちょっと薬品っぽいですね。あんまりかけると良くないぞって感じの味します。実際のお醤油もあんまりかけすぎると体に良くないので気をつけてください。はい、ということで今日はポッピンクッキン、楽しいお寿司屋さんをご紹介&作ってみました。したっけねー。